まあ非常にリズムよく、えー、自分のミッドレンジに入っていた八村選手で、これがまあ、レイカーズのメンバーとして初めてのフィールドゴールになったわけですけども、八村選手のディフェンダーはここにいるわけですよね。うん。で、八村選手ここにいて。で、例えばクリスティじゃなくてレブロンだったとしましょう。で、これだけレブロンに対して収縮したって考えたときに、その代償を払わせるスリーポイントが結構やっぱりレイカーズにとっては 大事なんですなので、このシーン、八村選手がミッドレンジに持ち込んだっていう部分は、一つ改善の余地もあるのかなとは個人的に思っています。で、このクローズアウトも、激しく手を伸ばして、彼のスリーポイントを止めに来ているような状態ではありませんね。もしかすると、八村選手としてはパスが高くなってずれたのですぐにはスリーに持ち込めないな、もう1対1しかないなって思ったかもしれません。それはね 今見てもそうなんですけども、まあ、即座にドリブルをつくあたり、やっぱり、えー、ね、すごくドリブルで仕掛けているのが、やっぱ彼のナチュラルな選択肢なのかなと思います。手が上がってなかったり、ショートクローズアウト、まあ、割とクッションを与えてくれて止まってくれてることを考えると、まあ、僕は、ね、あの、着地しても十分スリーポイントを狙えたのかな。これはね、皆さんもいろいろ議論の余地はあると思いますし、まあ 八村選手の伸びしろも踏まえて、えー、いろいろ考えていくための、えー、あえてのまあ指摘です。で、ディフェンスの目的、ちょっと考えてくださいね。えーまあ、ディフェンスの目的は、ピックロールの効力を奪うことですよね。今の NBA では。基本的には、オフェンスはピックロールをメインに繰り出していく。で、ディフェンス側はピックロールを成功させない。それすなわち、何につながっているかというと、ディフェンスは、まあ、 ピッンンドロールによってオフェンスが作りたいいい数的的優位を作らせななうののが、まあ、ディフェンスの目的になるわけですただ、これができればディフェンスは成功と言える中で、まあ、じゃあどうなったかというと、まあ、クローズアウトシチュエーションだけども、まあ、ここでは結果、1対1になったわけです。で残り5秒なんで、まあ、八村選手、やりきってほしい。で、残り5秒でもう何も選択肢がなくなったら、ミッドレンジ決めてくれる八村選手がいるっていうのは、もうバンバンざなのは間違いないんですよ。 でプレーオフでもこういうプレーが、ね、できる選手が生きるっていうのはもちろんなんですが、ここの微妙な境界線っていうのをやっぱりもっとね突き詰めてもいいんじゃないかなと思います。まあ、残り5秒ないし6秒でお、僕の目から見るとオープン、セミオープンぐらいのスリーポイントは打てた、それをまあ1対1仕切り直し、数的優位はない、そういった状態のまあプルアップ。 まあこれがファーストゲームで八村選手も気持ちよくなりたいそういったゲームのシチュエーションなのでまあこれはもうえお見事ですしえあの素晴らしいねよく決めたというふうに思いますけれどもえやはり八村選手今後もえ前回の配信で言った通りスリーポイントパーセンテージそれからスリーポイントのアテンプトが非常にえ僕自身は重要になっていくというふうに思っています。 6分換算のスリーポイントアテンプトが、えー、昨シーズンにも下がっているというふうにな情報というのは前回も、えー、紹介した通りですね。うん、というわけで皆さんまた次回お会いしましょう。ピーでした、yeah!